スールシャールがバイエルンで成功する100の理由。カリー県優勝おめでとう。早いですってそもそも週2もまだしてないし優勝争いがちょっと落ちかけてますから、バイエルン今、ね、ざっくりとバイエルンミュンヘンの成績がちょっと芳しくないと、はいはいはい、でトーマス・トゥヘルがもしかしたら解任になって、スールシャルが就任するんじゃないかという噂が出ていると、はい、名称スールシャルって間違いなくバイエルンは V 字復活を遂げます。いやそれも微妙なんですよ名称って言えるんですか、はい、っていう、まあ、ね、すごい職業ですけど、まあ100歩譲って、はい、まあ、スールシャルが名称かどうかは置いておきましょう、はい、100歩譲ってそうやったとしても今スールシャールがもう活躍する、はい、もう完璧なシチュエーションが完成します。これなんで活躍するかって、もうティム・シャールド理論って言ってるんですけど、いやシャールドといえば我々のね、はい、あんまりいいようなイメージないですけど、はい、あのティム・シャールド、まあ、スパーズで暫定監督を務めた方ですけど、はい、まあ、その方が暫定監督を務めた時期、その後ババって連勝を重ねた時期があったんですよ、一時ね、あのアンドレ・ビラス・ボアスっていう結構理論派の監督が退任された後、チェルシーとかでね、はい、活躍されてね、でそのティム・シャールドがあの時成功した秘訣を後にメディアで語ってて、それがどんな内容やったかっていうと、うん、まあ、ビラス・ボアスは、まあ、とにかくルールが多くて、うん、この選手はすごくこう、まあ、鬱屈というか、はいはいはい、まあ、まあルールに縛られすぎてて、こう自由に、まあ、ピッチ上で表現できないような状態だったと、うんうん、まあ、そんな選手たちにやることは一つだけ、うん、解放してあげることだけで、なんか何にもないと同じような気がしますけどねルールから解放してあげれば、彼らはもう自由に本来の高い能力のポテンシャルを発揮して、うん、もうこれ以上ない活躍する、僕はただルールから解放してあげるだけでよかったんだ、僕は何もしないんだよって自分で言ってて、なるほどね、何もしないんだよって自分で言うみたいなではモチベーター型の監督っていうことなんですかね、はい、ですし、要はガチガチルール型の後にその自由型が来ると、うん、何もせんでも選手めっちゃテンション上がるんですって。でも確かにその話聞いてなるほどなと思って調べたら、そのパターンは多いっちゃ多い、うんうんうん、だからモーリーニョの後にガチガチの後にスールシャール来たら、わってこう。ああ、なるほど、なるほど。でも、スールシャール、その、まあ、でもモーリーニは攻撃こそないけど、守備はもうガチガチにルールで固めてたと思うんですけど、うん、その後スールシャール来たら、スールシャール暫定監督の時、めちゃめちゃユナイテッド調子良かったんですよ。ああ、まあ確かになんか最初、V 字回復じゃないですけどね、はい、なんかググって勝ってた、そういうイメージあるんですね。だから、スールシャールが一番輝く瞬間は、ガチガチルール監督の後なんですよ。はあ、なるほどね。で言うと、はいはい、今、それこそこの間、まあね、ツイッターとかでもバズってましたけど、うん、めちゃめちゃ後ろでボール回して全然前進まへんみたいな、うんうん、選手考えすぎてもうて、なんかめっちゃステーションパスになってるみたいな、うんうん、バイエルのミルドアップツイッターでバズってましたけど、はいはいはい、これがあの見違えますえ、めっちゃアグレッシブに縦パス当て始めます。ダイヤの最終ラインからドリブルとか見れます。ありますねダイヤがとケインとワチにダイヤ点決め始めます。鬼のオーバーラップ見せ始めます。マジで、え、これマジなんですよ。だって、スルシャール就任した直後、リンデルフがセンターバックの位置からもうオーバーラップしてシュートの位置に行ってました、ね、でもなんかあった気するっすね、なんかそういう、はい、だから選手の方からしたら、はい、その何ですか、メンタル面の解放とまではいかないんですが、ちょっとやっぱり、なんていうんですかね、うん、これ、こんなサッカーがしたいしけど、うん、監督の言ってるサッカーはこうだと、はい、でこの意見もわかるけど、はい、自分に向いてるとか向いてないとか、うん、チームがうまくいってないなって思いながらやってるのが多分今の現状のバイエルンっていうところで、スルシャールとか、まあ、全然違う、はい、そういう監督が来たらやれるぜ、 OK OK っていう感じになるとい う戦術は長期的に成功し続けるために必要なものだと思うんですよ、うん、ただ短期的にわって成功するにはスルシャールでもって言い方は、まあ、スルシャールに失礼だと思うんですけど、うん、いけると思ってて、なるほど、ね、でなおかつそのね、カンプノーの奇跡、まあ、ユナイテッド目線では奇跡、はい、バイエルン・ミュンヘンがで悲劇、うん、まあ、アディショナルタイムでの逆転劇、まあ、スルシャールが点を決めてチャンピオンズリーグ決勝でユナイテッドが勝利を収めたという、うん、試合があって、まあ、ある意味、まあ、リスペクトされてる、知られてる名がある監督だと思うんですよ、うん、バイエルン目線でも、はい、俺たちの憎きなのかもしれないですけどね、うん、もしかしたら、うん、なんかまあ そこのリスペクトは一定あるでしょうし、うん、そんな人がポンってきてケインにさあ解放の時が来たよってスッってこう気持ちいいことをポッって言ってるだけでも、あとはうわーってなる。で、まあ、バイエルは元を言えばメンバー揃、まあ、怪我人ちょっと今ね後ろとか続出してますけど、うん、いいメンバー揃ってるわけじゃないですか。いや、メンバーはすごいですからね。ここからはもうあれですよ、もう永遠の義の戦術対抗っていう、その
個のバイエルン VS 先日のレバークーゼンがここから始まる。なるほどね、まあ、僕ブンデスリーグそんな詳しくないですけど、はい、ここからのブンデスリーグはもう見ものですよ。まあついにバイエルン優勝の牙城が、はい、まあ、昨シーズンちょっとねいる間にしましたけど、はい、変わるかもしれないと、はい、ちなみにそのスールシャールのマンチェスターユナイテッド時代のその戦績という、はい、監督としての戦績っていうのはどれぐらいなものかというところですけども、はい、まあだからまあ暫定監督で、うん、ついた時は、うん、まあ12試合やって、まあ、5勝2分け5敗と、うん、ちょっとその最後の方失速したんですけど、最初の方はパパパンって連勝を重ねた時期がありましたと、うん、で 2シーズン目は、まあ、要はフルシーズンで言うと1年目は、うん、まあ、38試合戦って21試合11分け6敗で、うん、まあ、勝ち点74、まあ、2位につけたりだとか、まあ、素晴らしいですよね。まあ、なんかそのある程度のところまではあの2位3位ぐらいまでいけます、うんうん、まあ、どうしようか1位は取れなかったっていう、ちょっとそこまでのパワーはない監督ではあったんですけど、うん、まあ、でもね、まあ、バイエルンほどの戦力があるのであれば、ね、まあ、そこ無双する可能性はありますし、うん、あとスルシャルすごいんですよ。おう、あの今要はマンチェスターユナイテッド時代、うん、多分200試合ぐらい戦った、200試合、160試合、200試合ぐらいですね、カップ戦とかいろいろ含めたら、うん、まあ、200試合ぐらい、まあ、戦ったと思うんですけど、はい、あのユナイテッド辞めた後全試合見返したらしいです。自分の何がどの再編がどう良くなかったのかって全試合振り返って、それはすごい反省したって言ってて、えっやばと思って、なんかめちゃめちゃ真面目な人なんですよ。でなおかつめちゃくちゃ愛されキャラで、結局そのもう最後はもうボロボロになって退任していくんですけど、うん、最後まで笑顔でスタッフにも選手にもファンにも笑顔で去って、確かに人が良さそうなのはもうむっちゃ出てますよね。そもそももっと言えば、うん、モルで3年ぐらいやったんかな、まあ、やったんですけど、ハイノルウェーのチームでもシーズン途中で突然ユナイテッドに変わったんですよ、うん、ちなみにそのモルで時代に、まあ、ハーランドを教えてたりするんで、はいはいはい、まあ、スールシャール連れておけば、まあ、ハーランド強奪、ケインとハーランドのツートップっていう夢のプランも見えてくる。ロイ・キーンの影がこの辺にちょっといますでもユナイテッドじゃないんだよ。まあ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 ね、スールシャールがいればケインとハーランドのツートップもあるかもしれないし、まあ、それはさておき、うん、あのそのスールシャールいい話で言うと、うん、あの要は2018年にユナイテッドのシーズン途中でバッて来たんですけど、それはモルデとの契約の中にマンチェスターユナイテッドからのオファーがあった時だけは無条件で退団させてくれる。ああ、やっぱ愛はそこあるんですね。まあ、そこはユナイテッドに対してこうすごく愛があふれる。まあ、それはまあ今後バイエルに行ったらね、こうバイエルにもそうまた違う種類の愛を見せてくれるでしょうし、うん、まあ、あの正直ですよ、うん、その戦術の上限が見えなかったりするんで、うん、そのまあ本格的に監督にした方がいいとは言わないです、僕は。なるほど。正直、まあ、一応それだけ勉強したとかありますし、まあ、コーチングスタッフ変われば、要は戦術家のコーチングスタッフがいてモチベーターのスールシャルみたいな構図やったら、うんうん、あのなんかもっとね、確かにね、あのうまくいくんじゃないかみたいな話もありますけど、ちょっとやっぱ、うん、ね、あその長期契約の監督としては不安だと思うんですけど、うん、暫定監督としては彼以上の人材はいないです。ね、ああ、だからまあそこで言うと本当に僕が一個気になるのは、はい、その言語の壁だけどうなん、多分ドイツではやってないですよね、そういう意見じゃないね。ってなった時のね、やっぱ監督で細かいとことかね、かあるんで、そこだけ気にはなったりするなってのはあるんですけどね。言語じゃないです。ニコニコしてるだけにスールシャールだもん。言語の壁を越えるんですね、スールシャールのいい人オーラは。確かに、スールシャールのやっぱあの相性がね、はい、童顔の殺し屋ってのがやっぱ面白すぎる。漫画とかでしか聞かへんようなね。だ多分そんなね、多分本人めっちゃ激弱っていうタイプじゃないんです。そうですね。ニコニコしてるんです。はいはいはい。いい人やな。この人のために頑張ろうって思わせたらいいんで。うん、言語の壁は、良くも悪くもあんま関係ないです。いや、そうそう。内藤分析によると。別にそもそもイングランドにいた時もうわってモチベーション上げてたって話聞かないですよね。あ、確かにね。スルシャールがこうパッていてニコニコしてキャプテン、うん、いいようにやってごらんっつってキャプテンがっつってわだから森保さんとか、 なんか言われてるようなイメージ像で言うと、はいはいはい、まあ、ポステコグルスさんもねこう、はい、表ではあんまり感情出さないみたいな、はいはい、もしかしたらそういうタイプなのかもしれないっていう、はい、あともう一個言うのは、なんか近年のバイエルンって補強ややミスってるイメージあるんですけど、スールシャール補強は抜群にうまいです。ああ、そうなんですね。ブルーノ・フルナンデス取ってきたりだとか、あ、まあ、結構そのユナイテッド時代は補強にも関与したって言われてるんですけど、うんうん、
補強ワンチャン暫定監督からスポーツダイレクターとまでないのその補強系のとこにちょっとポツンってポジションとか準備させて、はいはいはい、補強の面とかやらせたら、まあ、顔も聞きますし人柄いいんで選手の心をこう掴めますし、ね、意外と目つけてるとこ良かったりするんで、うん、確かに、まあでまあ、なんていうか僕のイメージですけど、まあ、良くない状態のマンチェスターユナイテッドを率いて、はい、こういう成績2位とかね取ってるんで、はい、まあ、バイエルも良くない状況ではありますけど、はい、そのね、まあ上、うん、まあ、ルンメニゲ体制戻ってとかね、うん、まあ、ごたごたはあるけどユナイテッドほどなんかこうごちゃっとしてる感じのイメージはないんで、うん、まあ、そこ現場に専念だけできたら、はい、うん、なんか本当に、うん、もしかしたらこうググッと V 字回復というか、うん、のバイエルンっていうのもあるかもしれないですもん、はい、まあね、何度も言いますあの長期契約は分からんっす短期の短期はマジであるはあこれはちょっとね、プレミアファンの皆さんからしてもね、はい、ちょっとスールシャールちょっとなんか寂しいんですよね僕多作ですけど、うんうん、やっぱりこうなんかねああいう終わり方ってまあどの監督もそうですけどね、はい、まあ、解任とかねいろいろあるんですけど、はい、なんかそっから見てるのって寂しかったりするじゃないですか、うん、ちょっとここでバイエルンぐらいのビッグクラブを率いてくれてね、はい、復活したってなったら嬉しいと思いますので、はい、ぜひ皆さんちょっとバイエルンミュンヘンのスールシャール監督、はい、爆誕するかもしれませんので全試合見ますスールシャールめちゃめちゃ好きなんで、まあ、時代だってモロー、はい、内藤さんが、ね、僕見てた時代もまた現役だったんですよ、スールシャール。そうですよね、めちゃめちゃ応援してます。ユナイテッドサポの方もね、はい、ちょっと楽しみに見ていただきたいと思います、はい、いいねチャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。さよなら、スールシャール頑張れ。